初心者の初心者による初心者のためのクラクラ講座ということでクラクラ実況ということでやってまいりました。えー、です今回ですね、隠しテスラは今ですね、レベル2に上げてる最中なんですけども、まあ今レベル2が2個、今、まあこれ出来上がったら2個になってレベル1が1個という感じになるんですけどね、いつ上げるか。別に今でしょうとか本当に言わないんですけども、本当に、 隠しテスラはですね、今、タウンホール8の状態で、えー、レベル6まで上げることができると。そうするとですね、めっちゃ時間かかるわけですよ。なので、いつ上げるかという話についてです。えっとですね、自分が考えるのは、まずは、こういう防衛施設を完璧に上げないとダメですね、ウィザードの塔も。まあ、この村だったら、ウィザードとアーチャータワー全 絶対に上げなくちゃダメですけどね上げ終わったら一番最後に隠しテスラをやります。で隠しテスラをやっている最中に大工を1人だけね、大工を1人だけ余らしておいてえー、壁をね、作ると。そうしたら、まあ、まあ隠しテスラレベル6にするには多分もう1ヶ月以上かかると思う。確か1ヶ月かかると思うので大工フル活動させても1ヶ月はかかんないかな。なのでえーまあ 壁を黒壁にした状態でタウンホールを上げるっていう感じにですかね。やはり、あの隠しテスラは一番最後に上げた方がいいですね。まあ今何で上げてるかっていうと、ただ単に、ちょっと、ただ単にちょっと上げたかったってだけですね。うん。っていう話でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。